いらっしゃいませ、ミラノです。朗らかな季節になりました。ピチッとした薄手のブラウスに透ける下着のライン。ちょっとエッチな人妻みたいですな。だから、陽気な日差しとともに魔が差したんだと思いますの。近くの公園で話をしていただけですのに、いきなり口づけをされて、無理やり私のおっぱいをわしづかみに、やめてって抵抗しましたのに、強引に私の中に、私には夫がいますのに。でも体がうずいてしまって、ミラノ行かせていただきます。